では、聞いてください。横顔。あなたの隣に座りたい、それだけ。きっと邪魔をしないようにするわ。話を聞かせてほしいだけ。一緒に私も楽しくなる。不思議ね。今は違う友達に囲まれ、私を覚えていないのね。やっぱり小さくつぶやいたさよなら、心に届くかしら。昔のあなた見失って欲しくないの。ギター、茅島武史。ありがとうございました。